好，唔該曬各位傳媒朋友，可以咧就係先行就座噶。ありがとうございます。係。咁啊，既然咁難得啦，首先法子小姐都由日本遠道嚟到香港啦，咁啊，所以今次咧即係都好想忍唔住好多個問題咧，想同阿首先法子小姐咧就一齊傾傾先嘅。咁啊，知道其實佢喺頭先提及過，2019年有嚟過香港，咁啊有一場嘅音樂會嘅。咁啊，今次咧就闊別咗5年嘅時間，咁啊再嚟到香港，唔知佢嗰個感覺係點樣咧？今回復刻特別香港嘅，前回は以前19年でしたね。5年ぶりですね。5年ぶりにやってまいりました。はい、改めまして、タイガーホー。よく覚えたね。ごはい、ザオジンファチ。すごい。すごい。なんだっけ、待ってね。はい、麺ジャオゲ？違う。麺。日本語で。違う。あ、ちょいきですか。ちょっと待ってね。麺。焦げ？明天記？明焦記？明焦記？作者？嚇？作者？朋友？係同我一齊嚟。朋友你好。朋友你好。啊！好嘅，大家俾啲掌聲啊！嗰個嘅叫陳振東哥啊，佢就喺邊度學校？再見。嚇？再見。再見。再見。これ5年前も覚えたの？違うよ。今回来た。今回です。これ今次の廣東話は剛剛来た香港の時に学習。これ以前は、昔関東語を勉強したことがありますか？いや、関東語の歌を歌っていましたね。一応青い咲も関東語で歌ってますし、前回ミスユーの時に、世界中のダイヤルキットを関東語で歌わせていただいて。ああ、その時ですね。そうですね。はい。でも、これ曾經有翻唱過世界之路打你越結到呢一首嘅日語作品啦，咁啊亦都翻唱過中文廣東話嘅版本嘅。咁佢嗰陣時亦都有學過少少嘅廣東話，不過佢今次咧佢就話特登喺嚟到香港嘅時候咧，咁啊再一次有即係 call 翻啲新嘅廣東話入邊，譬如頭先朋友啊、你好啊、再見啊。またコンサートワンマンライブで、特に関東語でみんなファンたちと関東語を喋ったから、どれが何が喋りたいですか？何が言いたいですか？あともう一個覚えたんですけど、ね、今ねちょっと頭から出ちゃって、ね。もう仲間仲間一個廣東話如果想講嘅係講啲咩咧咁樣。なんだったっけな。日本語の意味は何？みんなのことが大好きっていう。我好中意你哋。我好啊仲いいですよ。我好中意你。いやもっと短い。もっと呢個太長。嚇？唔係我好中意你哋。我好喜歡你。我好中意你。我中意你。好中意，好中意你，好中意，好中意，大好きで意味です。大好き，大哦，大好きですよね。咁啊，中意，系啦，好中意，好中意，系啦，好中意，即系非常之中意啦。咁啊，佢都記得。好中意。系啊，佢哋正解，佢哋正解，黐佢哋。啊，咁呢個咧就香港好中意，即係佢又好中意香港。咁都好好喎，有好多人廣東話佢都記得喎。咁呢個都感覺得到咧，佢嚟到香港嗰種著弱嘅心情啊嚇。好啦，咁啊，今次咧，我知道酒精發展小姐佢嚟到香港嘅演唱會嘅題目咧就係叫做 My Dear 嘅，咁啊，同上一次 Miss You 好似都有好大分別。前回嗰年前のあの香港のワンマンライブのあのテーマ Miss You ですね。はい。そして今回は My Dear。はい。Miss You と My Dear はなんか特別な関係がありますか？そうですね。前回はミスユーはファンミーティングということで、あ、なるほど。はい、開催させていただいて、はい、その後まあいろいろね世界中にまあパンデミックというか、まあ、コロナが大変で、はい、いろんな意味で皆さんに会えないそれぞれがね、はい、時間が長く過ぎた。ちょっと強く、長い？長い？はい。咁呢樣嘢我驚我唔記得。咁佢咧就話上一次咧就係Miss You嘅時候咧，佢就好似一個歌迷會嘅聚會咁樣。咁咧就希望同無論係香港定還是世界好多唔同地方有一個即係好掛念大家嘅，所以去到唔同地方都有一個好似歌迷嘅聚會一樣咁樣嘅，係就係個空氣慢啲啊。係，所以咧，
コンサートももっと早く皆さんに会いに香港に来たかったんですけど、はい、やっぱりちょっとなかなか難しくなってしまって、はい、世界的にそうだったじゃないですか。エンターテインメントはなかなかできない時間がありましたよね。で5年経って、はい、それでもやっぱり皆さんがこうして待っててくださって、はい、香港にまた来てくださいというオファーをいただいて、うん、もう本当にそういったありがとうの気持ちを込めて、うん、マイディアというタイトルを公開しました。はい、はい、啦。咁啊，其實呢幾年咧，佢都好想又嚟到香港咧，就同我哋嘅樂迷見面，因為都有好多 fans 嘅 message 咧，咁佢一直以嚟都收到嘅。咁但係呢幾年咧，大家知道，無論係疫情嘅還是好多嘅事情啊，即係咁啊，令到佢阻礙咗嚟香港呢一個嘅計劃嘅。咁啊，今次用 My Dear 啦，咁就好似有好多好親密嘅樂迷咁樣，佢就可以再次咧同各位見面，即係有一個好期待、好雀躍嘅心情都。我覺得非常之好啊！咁用今次嘅題目嘅話，咁去到好快速同我哋嘅樂迷見面。好啦，咁今次嘅演唱會上面咧，會唔會考慮一下？既然頭先都有提及過，有唱過廣東話嘅作品，亦都以前有唱過，好似普通話嘅歌都曾經有嘅。咁會唔會喺演唱會上面又有啲特別嘅挑戰，唔同嘅語言呢？咁樣あのこの前は中国語と関東語の歌を歌ってみて、そして今回のライブで例えば関東語の歌も歌ってみます。そうですね。さっき関東語はペラペラでしょ。でしょ。やっぱり難しいんですけども、はいはいはい、でもやっぱり皆さん喜んでくださるっていうのをなんか今回すごく感じたので、はい、絶対ハッピーです。そうですか。俺聽到佢唱廣東話嘅歌係咪更加開心係嘛？係啊。でしょ？感動の歌だったら絶対ハッピーですよ。すごい難しいんですよ。だからか、まあ、ちょっとちゃんとお約束できるか分かりませんが、はい、あの考えてみたいと思います。楽しみにしていてください。はい、暫時ね、都仲係考慮緊嘅，會唔會唱呢一個廣東話嘅作品。これまでずっと歌わなかったらみんながっくりしちゃいますよね。でもまあまあ、もし歌だったら絶対みんな喜びます。そうですね、ちょっと考えてみたいと思います。はい、咁我認真考慮嘅嚇。咁啊，我當然希望可以喺演唱會上面咧聽到佢唱呢個廣東話嘅歌，大家都想聽係嘛？皆さんから聞きたいんですけど、はい、私に歌ってほしいなんかその関東語の歌とかってあるんですかね、うん、逆に。そうですね、これ、はい、你哋係咪有啲廣東話嘅歌其實都想就即法治小姐唱噶？即係例如以前唱過嘅，都想用廣東話再唱咁啊？嗯，じゃあ例えばさっきの世界中の誰よりきっともとか、なんか今回スタッフの方と話していて、はい、あの最愛っていう歌がね、すごくいいんじゃないかって聞いたりとかして、まあ、日本の歌で関東語にできる歌とか あれば、うん、あの練習できるのかなってちょっと思ったんですけど。ああ、咁有啲歌曲咧，如果有有曾經改編過嘅，咁樣可能喺對佢嚟講，亦都可以容易啲運作，咁可以睇下會唔會諗下嗰啲歌着手。咁我覺得。都幾好啊！呢個 idea， 咁喺香港開演唱會，有翻啲廣東話嘅歌曲，咁我哋梗係親切感啊強好多啦，係嘛？喂，俾啲掌聲先。なるだけ簡単な。めっちゃありますね。なるだけ簡単な関東語で歌ってる歌を探したいと思います。係，咁如果有啲簡單啲廣東話嘅歌嘅話咧，咁佢都會努力嘗試嘅。頑張ってください。頑張ります。係，咁我都好期待啊！好啦，咁我知道咧，其實佢都出道咁多年啦，咁亦都有好多嘅音樂作品，有啲可能快嘅，有啲可能會係 moody 少少嘅。咁今次嘅演唱會上邊會唔會加插好多譬如跳舞嘅環節咧？もちろん歌はすごいmoody とかいろいろ音楽もスタイルもあって、例えば今回のライブでダンスパフォーマンスはどうですか？そうですね、今回は本当にフルバンド、そしてダンサーの方もご一緒に来ていただけることになるので。あ、そうですか、よかった。まあ、ちゃんとショーアップして楽しいものにさせていただきたいと思ってます。はい、はい、咁今次咧喺呢一個嘅演出上面，佢亦都有副 band 啦，咁啊亦都有啲嘅舞蹈員會嚟嘅。咁但係就會唔會佢都一齊跳咧？咁啊可能要買一個少少嘅關子先啦嚇。咁啊都係喺演唱會上邊咧，有陣時都要保持翻少少嘅神秘嘅。好啦，咁我知道咧，今次你嚟到香港，當然就係有一個記者招待會，咁喺我哋而家就舉行緊啦。咁除咗記者招待會之外，今次嚟到香港會唔會有啲其他特別嘅任務需要完成咧？今回は香港来て、もちろん記者会見ですね、はい、夏休みの、はい、コンサートワンマンライブの、はい、PR にして、はい、そしてこの記者会見以外にまた他のミッションがありますか？香港で今回のミッションですか？そうそうそう、美味しいものを食べることとかね、なんてね、マジかでもすでに美味しいものめちゃくちゃいただいちゃって。何が食べたいですか？先ほども
あの上海のスタイルのご飯をいただいたりとか。食べたい。昨日はどこ？どこ？長州スタイルのご飯をいただいたり、まだ香港のご飯っていうのがちょっとあるんですけど、はい、何食べても美味しすぎて、ああもう本当あの大変です。ヤムチャも。ヤムチャも食べます。だからいただきましたジャッキー。おー美味しかったです。はいはいはい、太っちゃう。全然。咁佢就話佢自己如果食得太多嘅話，就好容易會肥啦。咁佢亦都有提過就係係咪尋日去咗食上海嘢係嘛？係啦，咁啊上海上海咩？上海嘅嘢。我中午食咗上海嘢啦，係啦，咁佢都話上海嘢。美味しかったですね。美味しかった。美味しいはなんだっけ？好好味。好好味、好好味。係啦，好好味啊！咁啊，非常之好啊！咁啊，嚟到香港亦都可以咧，就享受一下香港咁精彩嘅美食啦。咁我仲知道咧，其實佢，我今回香港に来たの撮影ちょっと少し。はい、今回ですね、昨日はずっと撮影をしてまして、あの今回のコンサート用のものとか、あ、なるほど。はいはい。グッズとか。そうですね、作っていきます。あの T シャツとかね、まあいろいろ今回。コンサートに向けて新しいカレンダーとかいろいろ作らせていただくようなので楽しみにしていてください。はい。咁我知道咧，佢今次嚟到香港咧，咁啊，尋日亦都即係忙咗最一日啦。咁啊，最主要就係忙到啲咩咧？就係喺香港有好多地方咧，佢會進行呢個拍攝嘅。咁拍攝咧都係因為喺嚟緊七月十三號嘅時間啦。咁啊，演唱會上邊亦都有好多嘅叫做周邊產品會賣嘅。咁啊，又有咁靚嘅周星發展小姐嘅樣啦，咁啊亦都會製作好多咧，就係非常之靚嘅商品嘅。咁啊，到時如果真係周星發展嘅 fans 嘅，或者一直以嚟都好擁戴佢音樂嘅朋友咧，都可以去到現場嘅時候咧，就選購一下呢個班。香港人香港のライブのグッズは香港限定ですかね？あ、どうなんですかね。香港限定なんですかね。わからないけども、とにかくでも本当に。あの私が一番最初に香港でコンサートさせてもらったあの返還式が行われたところあるじゃないですか、はいはいはい、あそこが見えるものすごい素晴らしい場所で本当に素敵な衣装をたくさん着せていただいて、はい、もうめちゃくちゃ楽しかったです、はい、咁佢去咗影好多靓嘅相啦。今次系咪对于一啲贩卖嘅演唱会周边产品系咪香港限定嘅咧？佢就唔清楚嘅。啊，系啊。哦，阿大會就話係嘅，係啦，咁佢咧就係啦，有啲限定嘅產品，咁所以到時大家即係香港樂迷咧就有福啦嚇。咁如果係即係周邊地區附近嘅朋友聽到呢個記者會嘅時候又好想買嘅話咧，咁啊都要繼續喺香港呢度即係揾阿飛先得啦嚇。咁啊揾飛嘅詳情咧，轉頭都會同大家講噶啦。好，咁呢個時間咧，咁啊暫時同阿周星發展咧傾住咁多先。咁啊，因為咧我哋亦都有其他嘅記者會上面嘅流程啦嚇。咁呢個時間咧，我哋不如先邀請咧就係演唱會嘅主辦單位啦，之後文化嘅老闆 Kevin Mike 就